ここが神魔戦争の戦場だったことはもう知ってる？ああ、おっさんに聞いた。神魔戦争、あの戦争の発端はあるブラスティアだったの。何ですって？そのブラスティアは発掘されたものじゃなく、テムザの町で開発された新しい技術で作られたもの。ヘルメス式ブラスティア。ヘルメス式、初めて聞いたわ。それに新しく作られたって？ブラスティアって新しく作れないんじゃないのかな？ヘルメス式ブラスティアは従来のものよりもエアルを効率よく活動に変換してブラスティア技術の革新になるはずだった。何か問題があったんだな。ヘルメス式の術式を施されたブラスティアはエアルを大量に消費するの。消費されたエアルを補うために各地のエアルクレーネは活動を強め、異常にエアルを放出し始めた。そんなの、人間どころか全ての生物が生きていけなくなるわ。ケーブモックやカドスの喉笛で見たあれが、そりゃやばいわな。人よりも先にヘルメス式ブラスティアの危険性に気づいたエンテレケイヤはヘルメス式ブラスティアを破壊し始めた。それがやがて大きな戦いとなり、神魔戦争へと発展した。じゃあエンテレケイヤは世界のために人と戦ったの？どうしてエンテレケイヤは人に伝えなかったんです？そのブラスティアは危険だって。互いに有無を言わずに滅ぼしはいいってなもんよ。もともと相入れない者同士、そこまでする義理はなかった。そんなとこかね。あるいは何か他にも理由があったのかもしれんの。でもこの話がジュディ姉に何の関係があるのじゃ？テムザの町が戦争で滅んで、ヘルメス式ブラスティアの技術は失われたはずだった。まさかそのヘルメス式がまだ稼働してる？そう、ラゴーの館、エフミドの丘、ガスパロスト、そしてフィエルティア号のセロスブラスティアか。交換したセロスブラスティアがヘルメス式だったんじゃな。それじゃあジュディスはエンテレケイヤに代わってブラスティアを壊して。なら言えばよかったじゃない。どうして話さなかったのよ。一人で世界を救ってるつもり？バカじゃないの。人でありながら魔物を守るなんて理解できない。手下どもに聞かなかったが、うちの門に手出すなっつったろ。いくら何たちでもギルドの仲間を傷つけるのは許さない。まだ話の途中なのよ。邪魔すんな。まったく無粋な連中なのじゃ。熱いのは専門外なんだがな。あなたたち、曲がりの剣がなぜ人に危害を加えるんですか？魔物に組みする者を人とは呼ばんだろう。ハロル、曲がりの剣の理念も忘れたの？邪魔しないで。魔物は悪、曲がりの剣はその悪を狩る者。でもエンテリケアは悪じゃない。世界のために雇われて見境なくなってるんだろう。アパティアのくせにカッコつけてんじゃねえよ。ふん、話にならんな。どうしても邪魔立てするのなら仕方ありませんね。
命を懸けても。得体が知れないものイコール悪ってのは短絡的な思考だな。魔物をかばうなど万死に値する。まったく、お前ら本能で動く魔物以下だな。おざいてろ。魔物狩りに関しては俺は譲れん。じゃあ譲れねえ同士ぶつかるしかないってことか。どうなっても知らないわよ。もういい加減にして。超飛来人爆炎山危険よ。まだいけるわ。頑張れないと。おりおりおり、天下天正人。その怒りを矛先に変え、他の者を貫け。Woo!
仲間を傷つける奴は敵。私が守るわ、バウルは。ごめん。